こんばんは、吉谷さん。大変いつもお世話になっております。今回はですね、録画金になるというタイトルでメッセージをいただいたんですけども、結婚式場の例もね、なかなかいいもんがありましたね。そうだなと思いましたね。で、私の場合ですね、前回アフィリエイトでゼロからね、量産だけで稼いだんだよっていう方法を、まあ方法といいますかね、そういった現象を、過去の現象をお話ししました。で、そうするとですね、早速6名の方がね、速稼塾のお申し込みをくださったんですよ。で、私は速稼塾申し込まれて、もうすぐにね、じゃあ入ってくださいっていうふうなことはせずに、どんな、ことを、問題を解決したんですか、どんな目標が、目的があるんですかって聞くんですよね。まあ、そうすると、今回6名の方が、幾度にですね、サイトで稼ぐ動画を見ましたと。で、あれを見て、アフィリエイトサイトで、サイトアフィリエイトで稼いでみたいんで、速稼塾に入ろうかと思うんですっていうことを言われるんですね。で、そこで私はそれぞれの方にね、こういうふうに申し上げたんですよ。稼ぎたいんだったら、サイトアフィリエイト別に止めないんですけども、別に速稼塾入んなくてもサイトをただたくさん作るだけですよと。で、速稼塾に入ってサイトアフィリエイト教えてくださいって言ってもたくさん作りましょうとしか答えないんで、同じですよ、それでもいいんだったら入ってくださいっていうことと、あともう一つは、ただ単純にお金が欲しいんだったら例のやつっていうのがあるんで、それはサイトも作る必要ないですと、で、紹介もいらないんですよと、お金だけ増えますっていう話をしたんですよ。まあ、そうすると今度はね、6名中6名の方が、まあ、それぞれ、違うタイミングのメールになってきますけども、私の今この時間までにですね、6名の方が例のやつの申し込み書類を送ってくださいということなんで、ただいま投函してきました。こんな形ですね、サイトをたくさん作るのが目的でもなくって、サイトアフィリエイトで稼ぐのが目的でもなくって、お金になれば何でもいいっていうのが本当のところだと思うんですよ。ですから、お金が欲しくてやる、その手段としてアフィリエイトをやったり、転売をやったり、何々をやったり、投資をやったりってだと思うんですけども、いつの間にか人はですね、その手段とするものが目的になってしまうんですよ。これを速稼塾の中では手段の目的化っていうんですよね。手段が目的化した瞬間にそれをやめなさいということなんですよ。手段はあくまでも手段で、別の手段でも目的が達成されるんだったら、それが違法なものでなければね、正々堂々としたものだったら別に何でもいいんじゃないかと。で、今回ご相談いただいたその方にですね、まあ、6名が6名に速稼塾入りたいっていうんで、速稼塾の案内を送ってもいいんですよ。それは目先のお金のことを考えたら、そっちの方が手っ取り早いと思います、私はね。信頼関係を抱いていただきますし、そこで速稼塾っていうのが30年分割だよっていうだけで、頭金は絶対払ってくれると思うんですよ。ただ私はその話はしませんでした。そういうふうなお金をいただくためにやってるんじゃないんですよ。で、速稼塾入ってお金いただく。で、サイトアフィリエイトをじゃあ教えようかなと思ったら、量産するだけですよって言ったら、なんだ入っても同じことじゃんかっていうふうになってしまいますし、私はそういうため、その信頼を裏切るためにやってるわけじゃないんですよね。まあ、ですんで、なるべく入らずにお金を払わずに稼ぐ方に行き着くんだったら、それがそれに越したことはないと思うんですよ。でもですね、中には私の速稼塾に入らずにいろんなことやったんだけども、儲かったから感謝で入りたいっていう方がね、いらっしゃるんですよ。それはもう一番いい形ですよね。確かに久保さんにお世話になったんで、恩返しをなんかしたいなと。じゃあ速稼塾って商品あるじゃないか、これだったら無理なく、購入できるんで、分割もあるし、頭金だけお支払いして入ってみようかなと、恩返しで入りますよみたいなね、これすごくいい形だと思うんですよ。私もね、飲食店行った時に美味しかったり、知り合いがそこに勤めてたりとか、なんかここもなくなってほしくないよねと思ったら、やっぱりね、お金を寄付するまではいかないんですけども、コーラを一杯余計に頼むってことしますね。コーラってどこの飲食店でもあるんですよ。で、コーラ飲まなくても別にウーロン茶でも水でもいいわけなんですよ。でもコーラを私がそこで頼むってことは、それはね、ありがとうって感謝の言葉なんですよ。コーラの原価率って低いですからね。だいたい15円とか20円で作れるものを300円とかで売ってるわけですよ。で、ドリンクバーとかありますよね。ドリンクバーも私は基本的に1杯しか飲まないんですよ。それはね、ありがとうのドリンクバーなんですよね。ドリンクバー頼んで1杯だけ飲んで、そんなに無理して戻ってるために1杯飲んでね、お腹たぶんたぶんになる必要はないんですよ。トイレに行く回数が増えるだけですから。ですからその辺私は、ログが金になるってね、確かにそうなんですよね。過去を使うことによってどんどんお金を生むことっては本当にあるんですよね。あるんですけども、私はその分お返ししていきたいなっていう気持ちもね、あるわけなんですよね。で、今回の動画で、申し上げたいことって何かっていうと、やったことの記録を常にアウトプットし続けるってことなんですよ。そうすると10日間生きたことが10日のアウトプットになるわけですよね。で、そのアウトプットっていうのは必ずですね、ログってものになり、ぜひね、やっていただきたいんですけども、そのログをたどってあなたのところに何かのメッセージが届くってことなんですよ。自分なんかが動画撮っていいのかなとか、どうせ誰も見ないよと思って動画上げてみますよね。再生数3、がっかりしますよね。でも3人の方が見たってことなんですよ。その事実、一人一人を大切にするってことは、そこに
3人の人を大切にするとかね、再生数が1なんだけども、あ、1人の人が自分のを見てくれたんだっていうね、その小さな感謝をずっとね一歩一歩積み重ねていくってことだと思うんですよ。いきなり1000、2000の再生数が上がったところでどうせ対応できないですから、動画作ってなんかね、なんかでヒットしていきなりなんか3000回とか回っちゃったって言ったら、だいたいね荒れたコメントが並んでやるのが嫌になっちゃいますよ。だから少しずつ再生数を上げていって、そしてそこにまずは好意的なコメントが来たりとか、なんかねネガティブなコメントが来るけども、コメント数が少ないからダメージ受けにくいんですよ。でもいきなり1000、2000とか1万とか5万とか来たら、やっぱりねひどいコメントが何百も並ぶことになって、もう完全にそのねゲームオーバーになりますからね。そういう意味も込めてやっぱりねちょっとずつやっていけばいいんじゃないかなというふうに思った今日この頃でございます。必ずねログを残していきましょう。それでは失礼します。